谷村城、山村城は、山梨県鶴志神谷一丁目にあった、日本の城、城郭、海国先部の軍内地方を領した国州である、小山田市の館、または、近世の大名巨官。谷村館。谷村は、県東部、軍内地方の中央部に位置する強いな平野部に位置し、谷村城は、有山と桂川に挟まれた平坦地に立地する。 標高は490メートル付近。谷村には、近世に確立する甲州街道から分岐し、吉田地方、富士吉田市へ至る富士道が、南北に通る、交通の要所にあたる。谷村城の位置は、近世の城下絵図類、諸国登場の図広島市立中央図書館像、浅野文庫、甲州谷村の上図放射文庫、谷村城海図鶴志し人像など、から、 鶴市役所から、鶴市立谷村第一学校付近に否定されているが、具体的な意向は検出されていない。鶴郡では、戦国時代には有力国衆、小山田氏が台頭する。工学寺文書によれば、明王八年、1499年9月には、小山田信長が、鶴郡田原号、鶴市田原を、工学案、工学寺、公衆支援山に完付している。 小山田信有、腰中守る木に、小山田氏は、大畑川左岸の中津森館、鶴市家内に館を築いている。こうした経緯から、古くから中津森を本拠としていたとする説と、中津森以前に田原里を本拠としていたとする説がある。戦国時代の海国では主語、武田信虎と有力国人、多国勢力である、鶴河国の今川氏、 相模国のご法上氏との構想が行われており、鶴軍では、腰中守ノブが、信虎や今川氏、ご法上氏と構想を繰り広げていた。勝山ヤによれば、永正十五年、1518年5月には、武田氏と小山田氏、今川氏の三社の間では僕が成立する。腰中守ノブは、信虎の妹を室に迎えて、武田氏に対する従属を強め、カツヤによれば、 英正18年、1521年2月18日に、武田信虎は、船津、藤川口湖町船津において、小山高新、小林宮内進の屋敷を訪問し、翌日には、中津森館を訪れている。信虎は会を統一した、英正16年、1519年に本郷、甲府、甲府四国中町に転し、新たに、城下町、 武田城下町を建設する。信虎は城下町に家臣団を集中させ、小山田氏も腰中主心有夫人が甲府に居住している。小山田氏は同時期に谷村への本拠移転を行っている。勝山記によれば、京六三年、天文元年、1530年には中津森館が消失し、武田氏の支援を得て谷村に新たな館が築造される。なお、同年には、 腰中主神遊夫人が死去して、このことも、巨漢築造の契機であるという。享禄五年、1532年には、谷村館が落成し、信虎をはじめ海国人が参集したという。以来、谷村館は、腰中守信有、り、八三郎信有、信重に至る小山田氏四代の館として、用いられている。なお、谷村城と桂川を挟んで対岸に位置する城山。 鶴市川棚には、勝山城が所在している。勝山城の追記器、追記あるは不明で、近世諸島の朝の市時代には築城されているが、勝山城の前身は、谷村城の爪城である城塞であったとする説がある。近世の城海図では、双方をつなぐ二本の橋が描かれている。天正十年、1582年3月に、織田、 徳川連合軍による武田領国侵攻により武田氏は滅亡し、小山田信重は小田氏に出資するが、処刑されたため小山田氏も滅亡する。軍内では小山田家臣や国衆の多くも撤退した。軍内を含む会は小田家臣の川尻秀隆が領するが、同年6月の本能寺の変により発生した一期のため秀隆は落命する。本能寺の変により三河国の徳川家康。 相模国の北条氏直、を、越後国の上杉継承三者の間で、竹大量を争奪する、天正神後の乱が発生する。天正神後の乱では、徳川栄康が、海州の多くを懐中する一方で、後北条氏が、軍内のほぼ全域と交通路を支配した。後北条氏は、北都市須多摩町若見湖の若見湖城に本陣を置き、八ヶ竹南禄。 七里岩台城において徳川方と対峙するが、同年十月の徳川、北条同盟の成立によりがいは、徳川家康が領し、後北条氏は、軍内からも撤兵した。後北条氏は、谷村城や勝山城の改修を行っている。可能性が考えられているが、それを示す資料は発見されていない。家康は、鶴軍支配のため家臣の鳥居元忠を配置しているが、 元たは当初支配拠点を岩戸の城に置いている。徳川氏は豊臣政権下で天正十八年1590年に関東へ移放されるが、海の国市によれば谷村城の改築はこの間に行われたという。武田氏滅亡後も谷村は軍内地方の支配拠点として用いられ、豊臣系大名時代の加藤氏や浅野氏、徳川氏最良時代には、 鳥居氏が本拠とした。江戸時代には、秋元氏が入府し、谷村藩が成立すると、谷村城を中心に、城下町、谷村城下町として発展する。宝永元年、1704年には、秋元隆友が川越藩に違放されると、城は廃城となり、軍内領は大貫支配となり谷村は町場へ移行する。2014年、 平成26年には初めて本格的な発掘調査が実施され、赤列、敷石、通路上、道路上の各種遺構が確認された。また、四方の壁には、石積みの地下室、穴らが存在し、床部からは炭化、種種や,や、福土中から貝類や海水魚類を中心とする動物遺体が出土している。 動物遺体は谷村陣屋が存在した19世紀段階のもので、貝類はアワビ、サザエ、カワニナ、サトウガイ、サルボウガイ、イタヤガイカ、マガキ、シジミ族、アサリ、ハマグリが出土している。巨類はコイカ、サケカ、サヨリ族、ホウボウカ、ブリ族、マダイ、ベラカ、ソウダガツオ族、マグロ族、ヒラメ、カレイカが出土している。鳥類は、 キジカのみが出土し、哺乳類は人、馬、イノシシ、ニホ日本ジカ、のウサギが出土している。山梨県では、甲府城下町遺跡やかじかざにおいて、近世、近代初期の海産物を含む多様な動物遺体が出土しているが、谷村城跡は、群内地方において、同時期のまとまった動物遺体が出土した初めての例となった。戦国時代には、 小山田氏により谷村城が築城され、城下町が建設される。海の国市によれば、小山田氏の滅亡後、浅野市時代には、文禄検地2が実施され、これにより、城下が上谷村、下谷村に区分される。江戸時代には谷村藩主の秋元氏の地政下で、河中川や谷村大関などの洋水石が改作され、谷村城下町が完成した。宝永元年。 1704年の谷村城下、町絵図によれば、谷村城南側には東西に、上谷村、下谷村が町割りされている。上谷村は上町、早馬町、新町、上町裏の裏町、天神町、袋町、下谷村は中町、下町、横町で構成される。城下には、富士山を方位軸とした南北王冠が貫く。王冠は、 上下両端で、針状に折れ、富士道に接続される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。